皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。お願い事をする人が結構増えてきましたね。本気でビビったっす。あんなダサい格好のやつらをどうしてって、島の人は生まれた時から信者なんですよ。疑問に持ったことなんかないっす。それはそうと、さっき収穫したキャベツ食べてみたっすか。キャベツに挑む前に一度キャベツを食べてみてほしいっす。はい、食べました。おいしい。食べてくれたっすね。物を食べると満腹度と体力が回復するっす。この島の回復薬はあまりないんだ。教団にバレないかビクビクしてたっす、うん、でも吹っ切れたっす。今日限りで。あ、抜けんの、うん、ビルダーになるっす。だって、うん、クソくらいっす。いいの、近くにいるじゃん。ほらほら、侮辱エルさん聞こえてるじゃんか。近くにいすぎだって。達成、これね、達成でいいのかな。頼み事があるんだね。ドルトンさん、半信半疑でついてきてみたが、ビルダーというのは家を作ることもできるのであろう。お主自ら素材を集め、あそこに赤い扉がついた壊れた家を寝室として作り変えてくれんか。あれ、これ終わってない。生かした部屋になるかもしれんな。だってここで、これ、あ、まだだね。藁が2個ない。できた。はい、部屋レシピ発見。やるではないか。寝室ができたのでな。これは素晴らしい。でも2人分しかないね。ビルダーとは共に住む人々の家や食べ物の用意をするやつになってるけど、まあいいか。物が作りたくてうずうずして仕方がないのだ。決めたぞ。抜けてビルダーになろう。またほら聞こえるって。部屋は全ての基本だ。この島のビルダーズとして頑張ります。これでなんかビルダーズになったのかな。ヒゲに絡まっておった。だってどういう絡まり方したの。キャベツの種3つ絡まってたらしい。面白すぎでしょ。でも達成。夜の守りに注意。これでも寝ないといけないんだよね。空っぽの島に緑を作る方法を探さないといけない。うん、頼み事あるね。とりあえず寝ます。夜だからね。二人分のベッドしかないからまだ寂しい感じですね。朝来たー。さて、ここも多分部屋にした方がいいと思うんで、お部屋も作ってなんかやろうと思います。木ができたね。これあれか、壁木なんだ。ドッファッファー。キャベツの種も増えた。仕事をする。夜は次の日。キャベツが育つまで農家の寝床らしく、農具飾りと巻き材を、農具飾りと巻き材祈ったね。農具飾り巻き材、生活用具、一応収納箱作ります。物がいっぱいになっちゃってるからで作って、これか。はい、巻き材、紐、まあ、いろいろ作れるものが増えましたが、残念ながら物が多い。ベッドとりあえず1個置きます。はい、拾えるんで収納箱にまた入れて、また持てるようにします。そうしよう。できたできた。ただ次ですね、これを飾らないといけないはずだから、一回整理して飾ろう。いらなさそうなのはしまいます。これもしまっていいかな。木材、枯れ、草、草はいらないような気がするから、しまってしまって、飾る。農家の寝室でしょ？あと薪かな？やっぱ薪材か。これを置けばいい。できた！小さい農家の寝床。うわ、ハートめっちゃ落ちてる。
効果の寝言になったこと気づいたか、物を作ることで部屋に特色がついたのだ。住人の部屋を使えばその喜びで物作りの力が溢れるだろう。相当落ちてる。準備バッチリですね。これで絶えずのお題に挑んでいける。もう腐った土をどうにかせねばならん。これだよね。不思議な一族がいる。腐った土をきれいにすることができる不思議な一族ってなんだろう。とりあえず1個達成できたんで、一族を探しに行くのかな。キャベツ、なんかいろいろやってたらキャベツたくさんできました。お、ミッションクリアしてる。畑を耕す一族の前にキャベツクリア。15個収穫できましたね。甘いモンゾーラキャベツはその昔外にも出荷されてた。え、キャベツで一生遊んで暮らすの？あれ？見てください、胎児の幼少が。え？なになに？すごい、なんか木がなんか増えたよ。一つこなして胎児の力が戻った。これは破壊のしがいがありそうだ。ひー、なんか言ってるけど大丈夫なんかな。まあ木を成長させられたんだから残りの二つだよね。死ぬ気でお題をこなすと良い。じゃ次のお題は町の拡張が残ってるのと、あ、畑の拡張だ。畑を拡張するのが残ってるんだけどできないから、あれですね、土を元に戻してくれる人、魔物なのかな、探さなきゃ。え、小麦の種が隠してある。ん、ちょ、小麦の種取りに行きましょう。そうなんだ。なんか家もこう建てなきゃいけないの分かるので、やりながら町もでかくしてやっていこうかな。とりあえずびっくりマークがあるところがあるよね。準備をして向かおうと思います。とりあえず寝るとこが少ない。寝るところが少ないから部屋は作っていこう。で、松明置いて、これでのびっくりマークのところに向かいます。やっぱなんか出ると指導はついてきてくれますね。何があるんだろう。うわー、音楽がいい。 BGM、暗くい BGM だ。あ、近い。ハテナがあるからあれだよね。これだ。もう人間ちょっと俺の愚痴聞いてくれ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 。小麦倉庫だったところがあってな、餌場だったんだかいつの間にか魔物の巣になっちまって。だって命が惜しいなら近づくなよ。ちなみにこの島にすぐ俺たち大ネズミ、悪意のない可愛くも愛らしいネズミだ。大丈夫なのかな。ここかな、ハテナがあるね。あ、これお題だ。不思議な石に言葉が刻まれてる。読もう。この地を訪れしビルダーよ、若きビルダーの成長のためにビルダーパズルを島の各地に残す。自らの知恵とビルダーの力で見事パズルを解き明かせばなんか怒る。ずいぶん偉そうな物言いだな。まあいい、暇つぶしにはなりそうだ。その気があったらやってみろ。これここ倒せばいいんじゃない。こういうことじゃない。できたっぽい。パズルクリア。これ何、調べる。小さなメダルをもらいました。ビルダーパズルをクリアすることで小さなメダルが手に入る。集めるといいことがありそうだ。あ、見つけたらやっていきましょう。まず一つ目でしたね。小麦があって倉庫があって言ってたのがこっちっぽいんで、とりあえず現場に向かいます。あれかな、風車小屋みたいになってる建物見えるからあれっぽいですね。キャベツ。
到着、これだ。また面白そうな建物だな。ひょっとして種があるのか。でかいね。とにかく上に登ってみようぜ。上行くの。全部木だこれ。階段あるんでとりあえず登りますか。わあ木材ここでいっぱいもらえる。あ、なんかある。作る。簡易的なやつが作れるものがありました。いけないってことは、いけるようにしよう。もっと上がありそうですよね。なんかもっと上だよね。階段？よっ、屋上になんかあるのかな。梁まで来ちゃった。あ、なんかいる。来すぎた。でも、これでももしかしたら上になんかあるかもしれないからあれなんだけど、来すぎたかな。とりあえず見に行くみたいです。外側回っていく方がいいのかな、こういうのって。私結構外側派なんだけど。でも行けそうだね、なんかはしご。微妙な位置だね。そこには物が置けません。はしごいけるのかな。高いところから落ちる気をつけよう。魔物に襲われるし武器はなくなるし、花床でなら武器も作れるような気がするけど、手を染めるわけにはいかないし。お、小麦と引き換えになんかくれるらしいから作りましょう。武器持ち物がいっぱいです。やばい。これかな、これ置こう。はい、おい、ヒノキの棒持たせた。いい感じのヒノキの棒じゃん。で、あんたこの武器どうしたの。作っちゃった。へえ、作ったんだ。ビルダーってやばい人じゃん。けど俺言っとくよ。え、シールカードぶっ壊せるし。え、なんだか嫌な予感。何のことだい。うわー、アリ、アリたちの巣になってる。あ、そうなんだ。じゃあここ何だったっけ、アイアンアントだっけ。アントがいるんだ。まずいよ、いっぱいいるよ。したえ、こんなに倒すの。モンスター50匹もいるんですけど。マジか。すげー、わらわらいる、わらわら。めっちゃすごいことになってる。あ、レベル上がった。これで、これでレベルが、今、このタイミングで上がるんですね。なるほど、レベル3になりました。え、ここ喜ぶとこ？なんかひらめいたよ。新たなレシピをひらめいた。このタイミングで、石の剣。いや、剣欲しいけど、あと40何体いる。いるんじゃない。それじゃあこれからは強くなるために新しい武器を思いつけそうだな。魔物をぶっ壊すのが楽しくなりそうだ。いや、ちょっとやばい、やばい。いいのこれ、大丈夫。あ、でもなんか3人いればなんかいけるね。いけてる感じになって。マジか。あれ、あんなにいっぱいいたんだけどな。おかしいな、アイアンアントを倒した。やったアリたちを倒せたわね。ヒノキの棒いい感じ。何、体からなんか出たような気がする。ハート出たね。何か企んでるわけ。小麦の種が欲しいんです。小麦の種を探してるんだ。畑を作るとかバチ当たりそうだけど。
ヒノキの棒いい感じだったし、今日見栄えちゃった。遅くなっちゃったけど、ヒノキの棒作ってくれた俺だよ。小麦の種もらった5個。ジバコ、ジパコかな、達成。ということで、とりあえず種ゲットしたので拠点に戻って次回ここから進めていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!